おはようございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ、週替わりでお迎えする素敵なトークゲスト、今週は大分県国東市天台宗双子寺寺田豪潤さんです。トークの後は全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本商経の北条庵よりお送りします。おはようございます。おはようございます。今週は寺田豪潤さんとおしゃべりをしてきましたが、はい、今日が最終日となります。はい、なんかちょっとアメリカの話で盛り上がってなかなか日本に帰ってこれないんですけど、でももうちょっと今話せばいくらでもあるぞっていうところもあって、これはっていうところだと自分たちで お寺を建てた。そうですね、あの資金は天台宗から出たんですけども、あのすごく寒いところでコンクリート2メートルぐらい深く打たないと、あの、まあ、北海道ぐらいの寒いところですので、うん、なんか建物が歪むとかで、その時、北京オリンピックでしたかね、オリンピックがあってそこですごい資材が上がってその資金が足りなくなってですね、うん、それでもう自分たちのできることは自分たちでしようということで、それこそ壁を塗ったりとか、掃除をしたりとか木材運んだりとか木材切ったりとか、うん、そういうことをしながらみんなで考えて、あの建てていったっていうのが、本当にお寺を始めるっていう経験はまずちょっと日本では難しいんでないんでですね、自分たちで建てるのはないですね。はい、うん、でもそういうことを自分たちでもやろうよっていう、そういうなんていうかエネルギーですよね、うん、それがそこにあるっていうのが僕は非常にこうなんか感じるものが強かったですね。うん、そうですよね。双子寺だともう1300年とか、はい、ええ、もうお寺ありますからね。そうですね、はい、ありますからね。最初はそうだったのかなとかも思いました。日本でもですか。そうそうそう、双子寺の始まりもこんなだったのかな。あ、どうですかね。やっぱり修行者が国先はやっぱり回ってて、そこでやっぱり洞窟とかでですね、寝泊まりしながら少しずつやっぱり仙人みたいな人たちが最低限の多分暮らしをしてて、そこからこう、まあ、できていったんでしょうけどね。そうですね、まあそこに信者さんとかも来たりしてだんだんとこう、そうですね、霊場になっていくという、やっぱりね、エネルギーはいりますからね。そうですね、始めるってことは。なんかあとはその同性婚、はい、そういうこともありましたね。向こうはその宗教、例えば宗教者 の、まあ、あの教会でもお寺でもどこでもいいんですけど、その認めサインがないと結婚できないらしいんですよ。役場に行ってもダメで、うん、それで結構お寺に来て結婚したいっていう、あの結婚式ですね、人がいて、でその中には女性同士の同性婚、初めてあの地域でやったっていうこともありましたね。あ、その同性婚が地域的に、当たり前というわけでも全然なくて、州で認められて確か一番最初に行ったんだったと思うんですけど、ね、ああ、なるほど、はい、そのカップル の第一号の式が、天台宗のお寺でやった。そうですね、はい、うん、やっぱ葬儀なんか少なくてですね、あ、結婚式はすごく多かったです。はあ、はあ、宗教って例えばこうキリスト教だとなかなかその辺が、まあ
まあ、今この2022年時点でどうかっていうのはありますけど、はい、うん、もう10年以上前だとそうですよね、まだまだっていう中 で、 そうです、ね、仏教が、うん、あのまあどうなんでしょう、リベラルというか、うんうん、選択肢として、そうですね、オルタナティブな選択肢としてあったんですね、うん、まあ、それも面白い経験でしたね、うん、だいぶそのまあ旅、バックパックの旅もありましたけど、こうお寺に住んでみて、しかもその、ね、1300年前のお寺を預かって、もう生まれた時からお寺があるっていうところから、まあ、これから作る、しかもお寺の文化がまあもともとない土地においてっていう、かなりそのギャップのある体験をした上で戻ってこられて、あれですよね、その双子寺さんといえば、まあ地域密着な活動とはいえ、結構いろんなことされてきましたよね。そうですね、イベントとかも、はい、あのやっぱり私アメリカでの経験がやっぱり非常に大きくて、あのゆくゆく日本のお寺は今アメリカがやってるゼロからアメリカの人たちに仏教を教えるような、そういうところに僕はなっていくんじゃないかなと思ってて、それを見た時にはですね、あ、そうか、じゃあそういう意味ではアメリカが先取りしてるわけですね。あ、そういう意味そうとも言える、うん、今その核家族化してきて、うん、家の中での宗教者いなくなって、うん、住むところも自由になって、その中で仏教とは何かっていう時にやっぱりゼロから教えていくっていう、それって非常にこれからお寺が担うべきものなんじゃないかなと思ってですね。で、僕なりにそのアメリカの経験をまとめて、日本に帰る時にあのお寺の役割っていうのを3つ挙げたんですね、うん、でそれをもとに今僕はあの活動してるんですけど、まず一つのお寺の役割、まあ、この国先でのお寺の役割はですね、はい、やっぱり精神的な学びの場であるべきであると。で、もう一つは、歴史とか文化の、を守っていく場所。うん、で、三つ目はですね、人との交流の場にならなきゃいけないんじゃないかなと思ったんですね。で、アメリカもやっぱりその、いろんな人たちが仏教ということを、に通じてこの場所に集まって、その中のその結束ってすごい強いし、お寺に来る人たちはすごく安心してこのコミュニティに入ってきてるんですよね、うん、でこれからの世界多分田舎であってもそういうふうになっていくんじゃないかなと思って、実際今この国先の若い人たちは都市に行くけども、東日本大震災の後からは移住者も増えてきて、その中でやはりお寺で出会うっていうことは非常にやっぱり意味があるっていうか、みんな安心、両方がですね、地元の人たちも移住者と新しく来た人たちもなんかすごく安心してそこで交流ができるわけなんですよね。で、そのなんか3つを一応私の活動のその胸としてですね、はい、今あのこちらに帰ってきて、かつまああの日々生きてますね。その精神的な学びの場であり、まあ、文化歴史的なものの、はい、保存の場でもあり、そうですね、伝えるところですね、うん、歴史文化の継承ですかね、継承、うん、継承ですね、うん、で交流の場であると。そうですね、人と人がつながる場所、うん、はい、うん、まあそうですね、お寺ってみんな強弱はあれども、でもそこ本当三本柱が存在意義ですよね、うん、確かに。そうですね、私は自分のところ、まあ、お寺によってもいろんな立場場所にあの地域によっても違うとは思いますけど、うちの今の状態ではこれだなって私は思ったんですね、うん、でそれを思いながら、
その3つっていうのはまあすごく大雑に言うと、まあお寺って昔からそういう役割をしてきたよねっていう、はい、あのことでもあるとは思うんですよね。みんななんか違和感がないっていうか、はい、いやその通りだよねっていうことだと思うんですけど、うん、じゃあ今まで通りやってればいいんだっけっていうとそういうことでもないわけですよね。そうですね、当たり前すぎてあまり意識してやってなかった、うん、僕らもアンビエントだったかもしれませんけど、はいはい、やっぱり目的意識を持ってやるっていうのとただだらだら毎年これが来たからやるっていうのはちょっと違うんじゃないかなと思うんですね、うん、だからそんな、はい、そんな中でこう新しく始めたこととか、はい、まあ、最近力を入れているところっていうと何かこう具体的にあるんですか？そうですね、あの双子の森プロジェクトっていうのを始めてですね、はいはいはい、これはあのこの双子寺のあるところはこの国東半島の真ん中で双子山って山を後ろに抱えてるんですけど水が湧いてるところなんですよね。で国東半島って他の場所と比べて降水量が少ないところで昔からあの水に困って、まあ、水をまあ大事にしてこの半島の中に1300ぐらいため池を作ってその水で稲作をしながら、この先祖たちは、この地を守ってきたんですよね、うん、で、私の祖父の代ぐらいからやっぱり国の政策で山の木を切ってそして杉とかヒノキを植えて、建材にしようと、うん、そういうまあ政策があってうちのお寺とか山も結構それで頑張ってそういうふうにしてしまったんですけどそうじゃなくてやっぱり環境のことを考えてみると自然の森にも戻すということが一番あの水のためにもあの山のためにもいいんじゃないかということで、いろんな人たちをボランティアを募ってですね、その双子の森プロジェクトっていう団体を作って、そこで山にみんなで木を植えて山を育てていこうっていう、そういう活動を11年前に始めました。いやー、私もなんかこのお坊さんになって、まあ自分自身のお寺っていうのはないんですけど、つくづくなんかお寺とか、まあ、神社もそうですけど存在意義って何かなって考えた時に、まあ、先ほど言われたような三本柱を、はい、まあ、その三本ってどれをとってもその一朝一夕にできることではなくて、はい、すっごく時間をかけて、うん、もう自分の代だけでは決して終わらないどころか、まあ、はい、何にもならないぐらいの時間軸で取り組み続けていくものであり、うんうん、そう考えるとそういう三本柱も含めてその基盤のところにロングターム長期思考があるなと思うんですよね。でまあ本当森作りとかってすごくその象徴的なもので、うんうん、でなんかまあ未来の住職塾とかそのお寺のマネジメントであったり、まあ、これからお寺がどうなっていくのかどんなことやったらいいのかみたいな話にもあのテーマに多少親しんできた身ではありつつ、うん、なんか結論っていうとあれですけど行き着いたところとしてはそういうことなんですよね。そのなんか目先のことじゃなくて、うんうん、もう自分の代だけでは結果なんかうん、出るところまでいかないぐらいの、うん、そういう時間軸でもうマネジメントがどうこうとかっていう、うん、まあもちろん別にあのいい加減にしろっていうことではもちろんなくて、ね、できることは ちゃんとやったらいいんですけどでもその時間軸ですよね。そこは本当に長く見ていくっていうことが大事だなってなんかすごく感じていて、ただ、うん、一方で難しいのは、うん、そこにこう、うん、理念としては
やっぱ長い目で物を考えなきゃいけないよねっていうのはまあ分かると思うんですけど、うん、まあ、自分の中でも納得感ありますし、でも本当にそれをするっていうことは本当にまたこう理念を語って、うん、ね、まあ綺麗事っていうとあれですけど、お湯だけっていうのと本当にそのギャップがあって、どんなふうにしたら、うん、そういう取り組みを、うん、まあ、始められて続けられる、うんうん、その何でしょうね、秘訣みたいなものありますか？11年今続いてるんですね。そうですね、まあでもまず土地、山がないと森なんか作れないんですね。はいはい。でも一方見てみると、ほとんどの地方のお寺って山を抱えてて、はい、山が荒れてて、うん、すごく問題になってるんですよね、うん、でもそれはまあなんとかしなきゃいけないっていう気持ちはあるし、あの声を発すればあのやりたいっていう人結構多いんですよね、うん、木を植えてみたいっていう、木をなかなか普段の生活で植えるっていうこともないし、うん、ないですね。それがみんなが集まってその活動をすることを、もうお寺の枠からもはちょっと外して、まあ、お寺の檀家さんも来ますし信者さんも来るんですけど、それとはまた違う、要するに森の団体、双子の森プロジェクトっていう森をあの通じてやっぱり学ぶ、自然環境を学ぶ、命というのを学ぶ、そういうのを発した時に非常にあの協力してくれる人が思ったより多いんですね。うん、でその理念とやっぱりその水も少ないこともあって、地元の人たちはこの水が湧いてるところに観音さんが祀られてて、走り水観音っていうんですけど、そこは絶対大事にしなければいけないっていう、やっぱり昔からのそのそこは守らなきゃいけないっていうのが、まあ、一つになってですね、うん、それでもう大体下草刈りでも 5,6 年すればいいかなとも思ってたんですけど、今年はやんないのかとか今度そういう声が出てくるんですね、はいはい、で、あの大体 7,80 人ぐらいボランティアが来るんですけど、あの僕がやってるのは子供も来てもらってですね、でそこ水が湧いてるんで子供は遊んだりとか森で遊んだりとか、水でプールを作ってその水を触れてもらったりとか、流しそうめん1日だけそれができるとか、うん、そうすることによって地元の人たちもあまり小さい子供とかいないんで、子供が来れば非常にこう元気になるんですよ、その場が、うん、で移住者の人たちもそこで地元の人たちとの交流もできるし、ただその作業だけじゃなくてですね、学びとか、あとはあの檀家さんの奥さんたちにお願いしてそのお昼のお接待作ったりとか、うん、そういうことをしながら、あのただあの作業だけじゃなくてですね、これをその一つの交流の場所としてやってるんですね。そしたらなんか非常にこうその時に集まる人たちが楽しんでくれてですね、うん、なんかそういうただあのやっぱり集まることの楽しみっていうか、なんかそういうのもあるかなっていうふうに思ってますね、うん、なんかそこの双子の森プロジェクトにはその大事にしている3つがバラバラにあるんじゃなくてこう全部入ってる感じですね。そうですね、私は違う団体を一応立ち上げてはいるんですけど、やっぱりその宗教教育というか、あの森のプロジェクトは命の学びっていう言葉をその一つキーワードにしてるんですけど、うん、私たちの世代は自然に触れることがあまりなくて、実はですね、私たちの父親の代ぐらいは自分たちで畑仕事して、山に入って、うん、その中で命というものに触れることの、基本が多分あると思うんですよ。ただ私たちの代になってくると、そういうところからやっていかないことには、ただ教理を、ありがたい教理を解いても、やっぱりなんかどこかで、実感というか、うん、それがないんじゃないかなと思って、はい、例えばそういうことも活動することによって来てお寺のためにもなるし、来てもらってる人たちの喜びであり学びにもなっていくという、
そういうところにこうつながってきてるんじゃないかなと思いますね。いいですね。いや、そのなんか お寺がこれからやるべきことって本当森だよなと思ってたんですけど、なんかあれかもな、森づくりに取り組むお寺のなんかね、その連絡会みたいなのを作ってまたそれを横に盛り上げていくとかは、うん、うん、あのもしかしたら自分の役目かもって思いました。そうですね、その私教えてもらった方があの正木隆さんっていう方がおられてですね、熊本に、はいはいはい、木を植えましょうっていう本を書いた方なんですけど、うん、その方が一番最初にいろんなアイデアをくれて、そして森作りをしていったんですけど、その人が言うには苗をもう山に植えたらちっちゃいかもしれないけどそれは森なんだって言うんですよね、うん、で最初意味はよく分かんなかったんですけど、ただやっぱりどんどん育っていって、ただ10年11年もするとやっぱり大きいのはもう5メートル6メートルになっていって、やっぱ毎年見ることによって森がどんどん育ってるんですよね、うん、それはそのさっきの話で言うと長い時間をかけて多分お寺の鎮守の森にはなるかと思うんですけど、10年経ったから森じゃないかって言ったらもう森なんですよね、うん、でその時子供が来て植えた子供はもう中学生になってるとか、うん、あもうこんな大きくなったんだっていうのと同時に森も大きくなってるんで、うん、あの喜びは非常にあるんですよね。そうですね、うん、そしてこれがお寺のためになる、地域のためになる、はいはい、ということであればあのあの非常にどっちにもいい活動だなと思って、うん、ですね、うん、いやちょっとあのまあ森は最近特にあのその長男が山好き森好きだったりするんで、はい、なんかそれにお父さんとが影響を受けているみたいな、はい、構図なんですけど、はい、あいやちょっとますますなんかやりたくなってきましたね。自然を観察するってすごく面白いんですよ ね、その樹種を、うん、あの選ぶときにもこれもあの宮脇明先生の本を見て、はいはい、自然を見てやっぱ観察するわけなんですね、どういう樹種が大事でって、うん、その中でやっぱ常緑樹がすごい大事だって、常緑樹がないことには地面が乾きすぎて、十分土が湿らないと、土が湿らないと土が発酵せずに微生物が活動できないからいい土ができないと、でいい土ができないと他の植物も育てないと、だから常緑樹が大事なんだっていう話を聞いて、まあ、それは結構実もうある意味なんていうか自分たちの、まあ、挑戦みたいなもんで、うん、それがでも形になっていく、そして例えば鳥が帰ってくるとか虫が来る、あの小川が流れててカエルが泳いでるとか、そこにこう生き物が今度集まってくるんですよね、うん、でそういう変化をこうずっと見ていく、あの自然の仕組みを知るとか、なんかそれはなんか非常にやってて面白いですけどね。うん、ですね。うん。いやなんかあの本当にそういう山とか森とかってもうなんか言葉でここから何を学ぶんですとか、はい、うん、これいうことを超えて、まあもちろんそのそれをあの理論的に、はい、これはこういう仕組みでとかは、はい、あるにしても、はい、教えてくれることとか、まあ、触れ合ってこう人間が変わっていく様とかって言葉を超えてるなっていうのをなんとかすごく感じていて、はい、うん、まあそうですね、アンビエントブディズムのあの本当一番大きな背景でもあるし、ちょっとまあなんかその辺探求していきたいなと改めて思いました。はいはい、そんなこんなでちょっと時間が参りましたけど、はいはい、ありがとうございます。いえ、お話できてよかったです。いや私もです。またぜひあの参拝に行って、はい、またちょっと飲みながらでも
そうですね。いや、森の家もありますね。森の家でなんか野菜焼きながらお話できたら嬉しいです。はい、そうですね。はい。ではでは、ありがとうございました。はい、どうもこちらこそありがとうございました。はい、またお会いしましょう。はい。いつもご愛聴ありがとうございます。テンプルモーニングラジオは総再生回数50万回を突破しました。リスナーの皆さんからゲストのお寺にお参りしたいという声をいただいており、これまでのゲストのお寺を Google マップから探せる音の巡礼マップを作りました。トークやお経の音源にもリンクしているので、過去の配信へのアクセスにもお役立てください。マップの URL など詳しい情報は音の巡礼ノートまたは番組のホームページをご確認ください。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ、いってらっしゃい。憲法本門三代非法寺の一年三千本門八本上行書伝本人下主の阿弥妙法蓮華経南無東音実上第四教主釈迦牟尼世尊称名法華の多宝如来南無本下上行無辺行上行安住上等の四大菩薩おじて地縁無罪の地味蔵の罪万なら勘定の所存別紙邸南無末法不縁の大道士公と日蓮大菩薩御開山日流大聖人と来臨用語は知見昇乱愛民御の術南無妙法蓮華経本来勘定所存の厳然において慎み敬って記念させまするところ、天下太平、国家安全、五国成就、万民喜楽、疫病退散、一切無障害の御守護、南無妙法蓮華経。さらに本題26話、にまにまねままね、しれしゃびてしゃみゃしゃび、たいせんてむくてむたびしゃび、あいしゃび、そびしゃびしゃえしゃい。アグニセンテシャビトレニーアロキャバシャシャビシャニネビテアベンタラネビテアタンダハレシュレウクレムクレアラレハラレシュケシアサンマサンディブタレキリテトマハリシテトギャネクシャネバシャバシャシュカイマンタラマンタラシェタウロタウロタキュシャラシャラシャヤタヤマロアマヨナタヤザレマカザレウキモキアレアラチネレチネタチチネエチネチチニネエリチハチアリナリトナリアルナリクナビアキャネキャネクリケンダリテンダリマトギジョグリブロシャイハチデビデビンギデビアデビ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 ロケ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 タケタケタトケトケトクムショウバネアタンデイタンダハチタンダハテタンダクシャレタンダシュダレシュダレシュダレチポッタハセネサルバサルニアバタニサルババチャアバタシュアバタニソギャハギシャニソギャネキャダネアソギソギャハキャダイテレアダソギャトラアダセハルデサルバソギャサマジキャランデサルバザルマシュリルティサルバサタロダキョウシャレアソギャダシンナベキリダイテ
本門八本上行書伝本人へ主の南無妙法蓮華経南無妙法蓮華経南無妙法蓮華経南無妙蓮華経南無妙法蓮華経南無妙法蓮華経南無妙法蓮華経妙法蓮華経南無妙法蓮華経南無妙法蓮華経妙法蓮華経南無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 妙法蓮華南無妙法蓮華経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 新刊少女観光大地へか悲観牛児感情感情戦後無垢少女子演者諸音の福大数化不明小生家非対海外史自意巨大運中感情法の実情分の縁小学人に弱心上へ大善上ほざ小学人弱心上へ大善上ほざ小学人弱心上へ大善上ほざ小学人弱心上へ大善上ほざ所有的人将心中的大将军合作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 各位信仰参加这么久的本来誕生諸尊の厳然において慎み敬って記念仕立てまつること天下太平国家安全五国成就万民家楽の仏教並びに疫病退散一切無症下の御守護南無妙法蓮華経南無妙法蓮華経南無妙法蓮華経善人少女妙齢平常このポッドキャストはノートマガジン松本昇慶の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。